お願いします。この列車は12時34分に発車いたします。仙崎線、仙崎行きです。まもなく発車いたします。閉まりますと、お気をつけください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。次は終点仙崎です。仙崎駅では運賃切符は整理券と一緒に運転席後ろの運賃箱にお入れください。定期券は運転士に分かりやすくお見せください。降り口は一番前のドアです。なお2両編成の列車は後ろの車両のドアは開きません。降りの際は列車とホームの間が空いているところや段差がありますので足元にお気をつけください。